皆さん、こんにちは。これから公衆衛生看護学分野の研究室紹介を始めたいと思います。まずはじめに、公衆衛生看護学分野はどんな分野なのでしょうか？公衆衛生看護学分野は、地域住民と専門職が力を合わせて、健康と生命、生活、人生を守る実践科学です。具体的には、災害、防災、減災について、地域活動について、高齢者について、産業保険について、国際保険について、墓地保険についてなどが研究されています。ありがとうございます。では、具体的にどんな研究をしているんでしょうか？具体的には、まず災害、防災、減災に関しては、災害被災者に対する中長期的支援、災害時の保険活動などについて研究されています。地域活動については、僻地で働く看護職の地域への愛着と定着について、健康教育の学習支援、評価システムなどについて研究されています。他には、高齢者に関しては、高齢者の住民主体活動、高齢者の健康増進、産業保険に関しては、就労環境の変化が与える健康への影響、国際保険については、各国のコミュニティヘルスワーカーの活動について、母子保健、学校、子どもに関しては、地域における子育てなどの研究がされていて、幅広く行われています。ありがとうございます。では次に研究室の雰囲気について教えてください。公衆衛生看護学分野は、他の研究室と比べても人数が多いため、基本的にゼミは関心が近い人ごとのグループに分かれています。ゼミでは学生が主体となって進行し、お互いの疑問を解決したり、相談し合ったりしています。最近はオンラインでディスカッションを行っています。また、年に何回か研究室内での親睦会があり、他の学年の人とも交流する機会があります。とても和やかな雰囲気で、笑いながら楽しくお話ししています。ありがとうございます。それでは最後に、この研究室に入ってよかったことを教えてください。私がこの研究室に入ってよかったことは大きく3つあって、1つ目に地域看護について幅広く学べて視野が広がることがあります。所属する人数が多いので、他の人の研究についてもゼミを通して多くの学びを得ることができます。また、公衆衛生看護はその中でもいろんな分野があるので、漠然と地域看護に興味を持っている人にとってもいい学びが得られると思います。2つ目は、院生と関わる機会が多く、刺激を受けることです。卒研生のゼミに院生が参加してアドバイスをしてくれたり、院生のゼミを見学したりすることで、学部生のうちから院生の高いレベルに触れることができます。また、院生と交流できる機会があり、大学院受験を考えている人にとって、院生活をイメージしやすいといういいところがあると思います。そして最後に、楽しく真剣に研究ができることです。先生方、院生、卒研生、みんなで考えながら研究し、和やかな雰囲気で楽しく学べています。ありがとうございます。今回の発表のように、公衆衛生看護学分野は和気あいあいとした学びができる分野になっています。ぜひ公衆衛生看護学分野で一緒に学びましょう。お待ちしています。お待ちしておま待ちす。しています。